デスミさん。待ってくれデスミさん。何があったんだ。喫茶店でお前たちを見てしまった。違うんだデスミさん。分かってる。不動がそんな浮ついた男じゃないことは私が一番分かってる。それなのに私は並んだお前たちを見て醜く嫉妬した。俺は誰よりも君が女の子らしいと思っている。トトガだ。恋が私を弱くした。恋なんか向いてないのだろうか。俺は器用ではないが、一度決めたことは最後までやり遂げる男だ。俺は君だけを一生思い続ける。だから俺を信じてついてきてくれ。ああ、信じる。